ジャック・マチュー・エミール・ラングは、フランスの政治家、モトブロワ市長、ジャック・シラク政権で、第24代国民教育大臣を務めた。1939年9月2日に、ボージュ・ケンミルクールに誕生する。ナンシーのリセ・アン・リポ・アンカレ在学中に、バカロレアに合格し、ナンシー大学法学部とパリ政治学院のナンシー、大学校舎で、公共政策を学ぶ。 1961年、パリ政治学院パリ本校で、公共政策のディプロムを取得し、同様に同年パリ大学法学部で学位を取得した。その後教育、文化、芸術関連の仕事に就く。ナンシーで、フェスティバルジュモンドを設立し、プロデュースする。1963年に、ナンシー大学劇場、1972年に、シャイヨーグ劇場で、 それぞれ芸術監督を務める。その傍ら1971年から1981年まで大学で国際法を教えた。1977年に下院国民議会総選挙にパリ選挙区から社会党公認で立候補して当選する。1981年にピエール・モーロワの社会党内閣で文化大臣に就任した。1988年に ミシェル・ロカール内閣でも文化賞として入閣。1992年に、ピエール・ベレゴボア内閣の教育賞。1997年に、リオネル・ジョスパン内閣の教育賞として入閣した。1989年から2000年まで、ブロワ市長。2000年に、パリ市長選挙に立候補するが、落選した。2004年に、ドミニク・ストロス・カーン、マルティーヌ・オブリーと共に、 大統領選挙に向けた社会党政策プログラム作成の責任者となる。2007年フランス大統領選挙ではラング自身の立候補が取り沙汰されたが不出馬を表明した。1961年にモニクブチンスキーと結婚し2条を設けた。1981年に文化大臣時成立した書籍の再犯制度に関する法律はラング法と呼ばれる。 ありがとうございます。